え皆さん、ん改めまして、こんにちは。えー、月並みの挨拶になるかもしれませんが年度末のお忙しい中ですねえ多分、うちで言えばえ職員もえ新たな移動先が決まったりえ昇格昇進があったりして引き継ぎ等々で忙しいまあ年度末なんですけれども、え。ー いつもお世話になっている皆さん方だけではございませんが、まあ、先日、部下長の送別会をやったりしましてこの時期は自分の中でも非常に寂しい思いを感じる時期でしてやっと馴染んだなと思った記者の皆さんが転勤されたり退職をされたりしてまた新たな道に行 自治体にまた赴任されるということで、まあ、頑張っていただきたいし、寂しい思いもしている昨今でございます今回、27年度最後の3月の定例記者会見ですけれども、そんな思いを申し上げながら、実は今回3点ですね、岩田市の渚の交流館の完成、これはお披露目につきましては、来々月の5月になるんですけれども、 着工してからです、ね、しばらく皆さんにご報告してなかったものですから、この点、それとふるさと納税への思いと新たな展開について、それから空き家リフォームの助成についても、なぜこのような助成制度を創設したのかを、私の方から、具体的には職員の方から質問していただければと思いますが、述べさせていただきます。その場合にあのに先日もです、ね、東洋の中央交流センターで 間口100メーターの施設がオープンをいたしましてあの総合センターというのはあの非常に時の村長さんが、えー、先見の目があって、まあ、いろんな補助制度を使って、えー、近隣と広域で事業をやるという前提のもとに企画をされて、えー、人とのところにいろんな施設を集めた、まあ、それが一斉に老朽化をして、えー、建て替えの時期になっている廃屋になっている等々を えー、勘案しましてですね、えー、複合施設として新たに、えー、新築をして、まあ、オープンしたのが、えー、一昨日のお落成式になったわけです、まあ、そんな中で、えー、今あの司会のお課長の方からも申し上げましたけど、えー、ララポート南のスマートアグリカルチャーもですね温室があちこちに立ち並びまして あと1年、28年度中にはもうほぼ全温室等々が完成をし、早ければ来月にも出荷が始まるみたいなこともお聞きしております、まあ、そんなことを申し述べながら、まず1点目のですね磐田市の渚の交流館の完成についてご報告もし、それからあのもう建屋はですねほぼ完成をいたしまして、まあ、この 皆さんの資料にも5月22日オープンと書いてありますがその前週にもプレーオープンみたいな形で計画してるんですがそもそもです、ね、この事業も昨今です、ね、事業着手あるいは落成をするといろんな当時の思いが振り返ってまいりまして思いの一端を聞いていただいてるんですけど。 実はあの私が就任しましたのは記者の皆さんもご存じのとおり平成21年の4月の24日でしたそして建て直し改革等々をやっていい作物を作るためにはそこに土があるから種をまくからいい作物ができるのではなくてそのための土壌要するに人材の育成も含めてやっていかなければいい作物はできないんだと。 言っていて明るい先に若干の光が見えたなと思ったときに実は3.11が起こりました実はその3.11という23年の3月11日の約1か月半前に実は知事がこちらの方にですねえ先ほど申し上げました知の豊岡の地でえ真心ランチという給食の年に1回ですけれども給食の時に地元のお母さんたちがですねまあおばあちゃんたちが手作りで 地産地消で、えー、マオコ心ランチという名前のもとにその試食を兼ねてですね私も同席してたんですけどもその時間帯を、えー、計画にはございませんでしたが知事に無料をお願いして北の豊岡から南の福田の地に一緒に同行していただきましたでものすごく寒い日でしたけどもそこで、えー、実は食の拠点のような施設を作りたいんだと、えー、そして、えー、雇用があ惨憺たる状況だったものですから パート3一人でも雇用の場になればということで、知事にお願いをいたしましたところ、まず知事から開口一番、岩田氏さん本気でやるんですかという質問を伺いました。で、私は本気ですということで、現在の議長の加藤議員も同席していただいたり、漁協の組合長さんも同席していただいたりして、今日、落成の運びとなってきたという思いがございます。あの、雇用だとか、それから今、あの、サーフィンでですね、 なかなか遅れて手を挙げたんですけれども、オリンピック誘致だとか、それから防災で避難タワー、ちょっと避難タワーといっても、あのランドマーク的なですね、えー、議長に言わせると、知事の好きな富士山がもう一望できるという施設で、観光も含めて、食の拠点と複合施設で、その地に建設をしたということになります。 えそんな中でですね、えー、このように資料にある通りオープンの運びでこれから頑張ってまいりますので、えー、何かの折に取材等々をしていただければと思いますしあのー、今、沿岸部で防潮堤の工事を全国で始めているところもあるかと思いますがああいう浜辺で公共施設を建設するということに実は 沿岸部の関係者だけではなくて、サーフィンの関係者も高く評価をしていただきました、そしてそうであるならば、海というのは怖いものではない、えー、古来から、えー、海山と付き合ってきて、今の日本の歴史があるので、そういう意味では、えー、もう一度海の良さを知ってもらいたい等々があって、このような施設が同時期に完成したということは、市長として大変嬉しく思っている次第でございます。 次に2点目でございますけど、皆さんのお手元にも、このふるさと納税のありがとうの気持ちという、まあ、コピーなんですけども、えー、配布させていただきました、まあ、今回ですね、あのー、このふるさと納税への思いは、まあ、総務省から通達があります、ちょっと逸脱したもののお返し等々、金券のようなお返し、もしくは脈絡のないお返しは、 ただ、過剰なものは控えるべきだということは当然承知をしておりますが、岩田市は従来からそういうことをせずに地元にこだわって、地元の産品含めてです、ね、お返し品として取り揃えてまいりました、就任時は200、300万、4五百500万だったような記憶がしますが、1000万、3000万、5000万、 昨年度ですかね、昨年になるんでしょうか、1億初めて突破したときには、非常に正直言って嬉しかったですで、このふるさと納税が私が取り組みを職員とともに支持し、頑張ってまいりましたのは、やっぱりリーマン・ショックの後の就任した首長の一人といたしまして、お返し、返納品が出るということは、売り上げに なるということだものですから、その一助になればという思いだけで、実はスタートをした記憶がございます、そして1億いきましたのが昨年、そして今年は10億を突破したと聞いておりますけれども、その約半分がですね、お返し品として、地場のものが全国にお届けしているということについては、正直言って、皆さん、関係者に感謝をしておりますし、 えー、1700余りある市区町村の中で、磐田市に選んでいただいた皆さんに、お礼の、えー、申し上げたいと思うんですけれども、今回ですね、あの私、従来から職員にお願いしてきた一つが形として現れたのは、実は私もあのここの地で生まれ育ったわけではありませんが、あの岩田市民もですね、 学校が市外に大学等といったときに、まあ、そこで就職をし、所帯を持って、実家がこちらにあるとか、お世話になった方たちが磐田市にいらっしゃるんだとかっていう方たちが、まあ、たくさんいらっしゃると思いますが、そういう思いをですね、磐田市の市外に在住する皆さんが、磐田市に伝えたい思いのあるべき方々、 もしくは、方のお宅にです、ね、これが恩師であれ、親戚であれ、実家のおじいちゃん、ばあちゃんであれ、そういうところにです、ね、例えば、えー、温水便座等々がついてない、えー、お宅があるとすれば、それを工事込みで、磐、えー、田市内の所在地に工事込みで設置をしに行くという、お礼を兼ねた、ほっこりとした思いも兼ねたものを取りそろえました、えー、追加をいたしました。 あの思いがけなくですね、岩田市の本社をおがある山発動機さんの電動自転車をえ揃えたところ、ずいぶん評判が良くて、そしてえ同じメーカーさんですけれども電動の車椅子等々も揃えさせていただきました。まあいずれにいたしましても、あの市外の方が市内にえ思いのある方、お宅にえ工事付きのものを 気持ちをを届けるととといいいいうう追加で拡充をさせてたただいたということになりますそれからもう一つ、大槌町、岩手県の大槌町に職員も含めて支援をしてきたわけですけれども、そこに岩田市出身の方がいらっしゃいまして、その方のつながりもございますけれども、大槌の差し子ですね、これも返礼品の一つに加えたということも、 付け加えてておお知らせをしておきます3点目でございますけど、空き家リフォーム費の助成事業を開始いたしますという資料がお手元にございますけれども、これはもう人口ビジョン、ふるさと創生、地方創生ということで、記者の皆さんもよくご存じのことだと思いますが、まあ、木をてらったものではなくて、地道にということは、い田市としてコンセプトとして、 常々、職員にお願いしていることでございますけれども、実は土地利用の問題で、ですね都市計画法、農地法、農地法の問題で、なかなか規制がかかっている中で、調整区域のエリアがどんどんですね、えーまあ、分家だけは建てれるという基準があるんですけれども、その子どもたちがエリアから外に出てしまうと、その調整区域の地域は人口が減少の一途をたどります。 そんこにですね、えー、築15年以上たったあ中古住宅を私も最初に、えー、家を求めた時には、まあ、新築が無理だったものですから自分も中古住宅を取得した経験がある一人といたしまして、えー、少し第一段階、えー、中古住宅でしかし 今は6畳4畳半の間取りがです、ね、当たり前の時代ではなくてあのリビングだとか浴室ですねそれからキッチン等々をリフォームして、えー、少し広い、えー、LDK というんですかねあのそういうような今風の増改築をした時の女性制度として 基準はいくつか設けてありますけど最高100万円という助成制度を創設いたしました、えー、予算がですね28年度予算、可決、議決していただきましたけどその中に予算規模として2000万、初めての事業ですから、どの程度の需要があるか分かりませんので、2000万計上いたしましたが、これは予算が消化していっぱいになったからやめますということはいたしません。あのー 申し込みがあって、基準に照らして、えー、その基準をクリアしたならば、それは補正予算追加対応しても頑張っていこうと思っています。これはあの人口ビジョンという対策も一助、それから空き家対策というものも一助、そして、えー、世界ではですね、中古住宅の流通が非常に盛んにっていうことを聞いておりますが、日本という国ではまだまだ中古住宅よりも新築需要、ところがやっぱり所得によってですね、土地を求め、 新たな住宅をということもなかなか難しい世代もあろうかと思います。まあ、そんな中で、私があの建て替えた家ももう8年、9年になるんですけれども、15年っていうのはそんなに古い住宅ではありませんので、15年以上という少し基準を設けさせていただいて、このようなリフォームの助成制度を創設いたしました。以上、思いも兼ねて、皆さんにご報告いたしますけれども。 質問があればお願いをいたします。